今ノルアリアスは、スペインレオン県出身の俳優、映画監督。本名は、マヌエル・マリー・アリアス・ドミンゲス。五夜章の主演団優勝に4度ノミネートされている。2000年から、ユニセフ大使を務めている。サッカークラブのアスレティック・ビルバオのファン。1956年に、レオン県リアーニョに生まれた。バスク州の移動劇団で俳優としてのキャリアを開始し、 1976年にテレビデビューした。1982年には、ウンベルト・ソラス監督のチェチーリアに出演して映画デビュー。1984年には、イマノル・ウリベ監督のミケル・ノシに出演。1987年には、ビセンテ・アランダ監督がエレウテリオ・サンチェスの生涯を主題として撮ったエル・リュウとラン・フォー・イ・ア・ライフに出演し、 サンセバスティアン国際映画祭で主演団優勝を受賞した。1987年、1988年、1990年、1993年には小屋賞の主演団優勝にノミネートされているが、いずれも受賞を逃している。1989年にはテレビ番組の演出を手掛け、1996年には 映画、ウン・アスンとプリバードを監督した。2001年に開始した、テレビシオンエスパニョーラの人気ドラマ、クエンタマコモパッソでは、フランコ体制末期から民主開後期にかけての、スペインの中流家庭の父親を演じている。2013年には、シューティングゲームの、バトルフィールド4のスペイン5番吹き替えを担当した。2016年には、パナマ文書スキャンダルに巻き込まれた。 エルムンド氏によると、アリアスは1998年に南太平洋のに上にオフショア企業を設立して、節税を行っていたという、ありがとうございます。